お疲れ様です。よしお PC です。今日は Mac の新しい OS カタリナはちょっとアップデート余った方がいいっていう、そんなようなお話です。はい、ということでですね、今回の MacOS10.15 カタリナって読むんでしょうけど、この OS はですね、基本的にセキュリティ上のアップデートたくさん含んでいたり、 iPhone、iPad との連携がめちゃくちゃに進化したと。で、割と面白そうなアップデートではあるんですけども、ちょっと今までのとは違って、アップデートするときにかなり構えておかないといけないというか、注意しなきゃいけないなっていう点があります。なんせ 32bit アプリがついに動かなくなると。これアップルずっと言ってたんですけど、 32bit で動く アプリ世の中にいっぱいあるんですよ。で、アプリじゃなくてもプラグインとかも 32bit 版っていうのあるんですけど、それが完全に動かなくなります。アプリソフトの中でですね、例えばイラストレーターとかが動いても、その中で何か便利機能とかをプラグインで動かした場合に、そのプラグインが 32bit だと動かなくなっちゃいます。このアップルで自分の持ってるものが 32bit 版なのか 64bit 版なのかを調べる方法がありまして、まずこのリンゴマークをします。で、この Mac について、で、システムレポートを押して、ソフトウェア、こうなってる人もいるかと思うんですけど、はい、この中のソフトウェアをピョンと開きます。で、アプリケーションを押します。そうするとちょっとくるくる回るんですけど、はい、ここにアプリケーションが出てきます。取得元がどこなのかとか、最終変更日がいつなのかとか、アプリケーションの名前がこうずらっと出てくるんですけど、ここに 64bit 版が対応してるかどうかっていうのが出てくるんですね。例えばここは、僕は Ableton Live 10 Suite を使ってるんですけど、64bit ははいと。でも、こういくつかですね、64bit 版に対応していないものもあるんですよ。で、ここの 64bit のとこパチって押すと、僕のパソコンの中でも対応しないものがこのぐらいある。で、ちょっと僕気になったのは DJM900NEXUS。これ 64bit 版対応してませんね、現在。あとは、RemixBox2.1.0。これも対応してないみたいです。あと、トーライズの AS1 エディター LE。これも 64bit 版には対応してないと。ってなると、OS アップデートしたら 32bit 版プラグインは動かなくなるんで、使えなくなっちゃうんですよね。これが非常に危険。で、あとは DJ ソフトも多大な影響がありまして、ここにこうやって曲がずらーっと、例えばプロディジーとか、僕の場合はいろいろ並んでいるわけなんですけれども、電気グループとか。ここの楽曲データっていうのは、DJ ソフトは基本的に iTunes のライブラリーを共有して使っていると。で、今回の OS で結構騒がれてますけど、iTunes が廃止になってるんですよね。iTunes 長年、もうかなり出てきてからずっと、当時は iPod が衝撃的に市場に受け入れられて、iTunes が地球上の音楽の消費の仕方を変えてしまったっつっても過言ではないのかなっていうぐらい、いろんな人に使われてきたアプリケーションだと思うんですけど、この iTunes がですね、今まで DJ ソフトウェアには XML ファイルとして、ここですね、 iTunes ライブラリー XML を他のアプリケーションと共有と、ここの iTunes のライブラリーが DJ ソフトに対して楽曲情報を送ってたと。ただ iTunes そのものがなくなっちゃうんで、あれと。で、Music っていうアプリから XML が吐き出せる的な情報もちょっと見たんですけど、まだ定かじゃないですし、各セラートだったり、レコードボックスだったり、トラクターだったり、各メーカーがしっかり対応してくるのを待った方がいいかなと。はい。OS アップデート、セキュリティとかも強くなるんで、僕も基本的には、人中というか人柱で早くアップデートするんですけど、今回はちょっと見送っております。1ヶ月もかからないうちに各メーカーとか会社さんが対応してくるかなと思っているので、それを待ってからアップデートした方が良さそうです。はい、今回は OS カタリナのアップデートはちょっと待った方がいいと、そういうお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。